もいくつかのトピックを切り抜いていますが前半は SNS で発信された論客の発言を受けて岡田さんが持論を重ねたり反論したりするものです冒頭の大学ランクにひもづく就活上の価値について視聴者の皆さんの中で新卒の採用にあたる方は本音を見透かされてドキッとするかもしれませんし逆人職場を求める大学生さんの中にはショックを受ける方がいるかもしれませんがほぼほぼこれが実態なのではないでしょうかオタキング CH 管理人 F ランクのね大学の話っていうやつでこれねあのスタジオハードデロックス高 高橋さんは F ランク。 といいうのにつてて語ってます F ランク校とあ、あの、俺が知ってるような大学は大体ほぼそういうところなんだけれども、あんまりね、A, B, C, D, E, F とかっていうのはね、言ってもしょうがないと思うよね。F っていうのは、いわゆるフリーサイズみたいなもんでさ、誰でも行けるような大学ぐらいの大きい枠に取っときゃいいと思うよ。東京で言うと、東大だろう一橋だろうで、お茶の水だろうで、慶応と早稲田だろうで、その下に何があるんだマーチか。 その辺りまでが「ああ大学ですね」であってさそっから下は「まあ一応大学だよね」であってもうそ僕にしてみればその辺ぐらいからあんまり学歴っていうのと関係ないと思うんだよね。あの就職就活する時に一応大卒の資格が必要ですっていうののための大学であってですねだから A ランク B ランク C ランクでいうのはほぼ無意味で A ランクと A ランク以外っていうのが現実的な就活の世界の判断の仕方だと思うよ。 で、そことで,ですね、高橋さんが書いてるのが、エフランク大学でもさらに下の方の海大学卒の卒業資格なんて、社会で何の役に立たない。逆にバカでーすと言ってるようなもので、就活の時には大学入学を隠して、高校出てからフリーターやってたと言ったぐらい、学歴隠蔽した方がマシだとか、ものすごいこと書いてるんだよね。で、例外が3つあると。1、素晴らしい卒論や学術論文。 部活やサークル仲間との活動。三、大学クイズ王になれるぐらいの白識、この三つのどれかが見せられれば就活には有利があると。少なくとも大学に行った意味というのがアピールできるというふうなことでですね。逆に受験勉強ができたというだけで東京大学に入っても、東京大学に入ってもそいつが仲間もいない、研究成果もない、バイトや学生企業もしていない、やりたいことがないというのが見えない場合は、実は東大生であっても就活すごい不利なんだよね。だから、 どの就職先でもですね、明るくて元気が良くて仲間力っていうのかな。コミュニケーション能力じゃないんだけども、仲間作れる能力がある人を求めてるんであって、そっから外れちゃうと、F ランクの大学はもちろんのこと、東大であろうが、早稲田でだろうが、敬語だろうが、就職にすごい苦労してるんだよね。で、そういうふうなことをもう見ないで、大卒だったらありがたく取ったという時代は終わっちゃった。 だから、大卒神話っていうのはさ、二つの意味で崩れてんだ。一つ目は、A ランク、B ランク、C ランクっていう意味の学歴が崩れてしまって、A ランクと A ランク以外になっちゃったっていう意味の学歴神話の崩れ方。もう一つは、学歴が良くても、コミュニケーション能力とか、あと積極性みたいなものがアピールできないと、就活が全くうまくいかないっていう学歴の崩れ方。この二つがある。こういう話をすると、学歴社会って嫌だなっていうふうに、 思うだろうけども、大量採用というものがある限り学歴はの残っちゃうよね。新卒業生を新社会人として4月に一斉に採用するというこの日本の無茶なやり方っていうのがある限り学歴っていうのはまあ、まだ判断基準として強いから残ってくると思うし、逆に言えば口では何とか言いながらも、まあ、高校の時にちょっと頑張って受験勉強して A ランクの大学も行けない程度のやつだったら、よっぽど すごい別の能力見せてよっていうふうに就活の現場では言い出してるんでですねまだしばらく残るんじゃないかなと思います長江さんっていう人のですねツイートからですねちょっと引用してみてあの僕の Facebook で引用してみましたえだから僕はとりあえずお会いするのも全て有料にしましたっていうやつなんだけども長江さんのマーケティング日記ですねとりあえず打ち合わせしましょうという人は仕事ができないというブログを見つけてそうだそうだその通りと Facebook でシェアしてみましたと で自分自身の話としてですねいろんなところからとりあえず打ち合わせしましょうみたいなこと言われてるんだけどもこれはあの無駄なことが多いのでですね打ち合わせしましょうというふうに言われたらとりあえず何を言われてもじゃ 1>, 1時間僕3万円なんだけどいいですかっていうふうに全部有料制にしたと。そしたらいい加減な人からの発注がなくなって、で、えー、ちゃんと仕事を考えてる人は、あ、じゃあ仕事の一番最初のなんだろう、面接料として3万円かかるんだってことで払ってくれるようになったと。で、結果的になんかすごくうまく、 行くようになったと。単なる、誰でもいいっていうような打診が減って、長江さんでなきゃダメだっていう人はちゃんと残ってくれたので、いいことばっかりだっていうふうに、長江さんは書いてます。で、評価経済的に考えると、この長江さんの考えは正しいんだけども、なんか僕はね、うん、引っかかるところがあってね、何なのかなと思ったら、まあ、3万円っていう金額の問題じゃないんだよ。例えば僕は、あの、気オフ会っていうのをやってて、 あの、彼氏いない人、彼女いない人っていうのは喫茶店に来てもらって僕が話聞いて、で、それの相談に対してなんかアドバイスするっていうのをずっとやってんだけどさ、まあ、こういうのを無料っていうことは変なんだけど、全員喫茶店でやってるからさ、僕もお茶代自分で出してるし、向こうもお茶代自分でやるということで、対等の条件でやってんだよね。で、そういうなんかね、誰とでも会うという姿勢の方が自分にとっていいと思うんだよね。あの、長江さんの言う、 そういうふうにした方がいい顧客が来ると3万円取って料金つけた方が自分の価値っていうのを上げれるしいい客ばっかりが来るっていうのはもう本当にその通りだと思うんだけどもそれはなんだろうな沈みゆく出版界とかメディア界の中で頑丈な脱出ボートを見つけようという試みに僕 は近く感じるんだよね。おそういえばさ、言うのを忘れたんだけども、あの、ログミーっていうのあるじゃん。ちょっと今話が横に流れるよ。ログミーっていうのがあって、あの、いろんな人の講演とか、あとニコ生で喋ったやつをそのまま文字起こして勝手に載せちゃうっていうやつなんだけども、あれ僕実験的に2月と3月あ、あの、ログミーの方から岡田さんのやつを文字起こさせてくださいっていうのがあったので、OK したんだよ。 で、ということは、多分今日の放送ぐらいから、後でログミーさんが文字起こしをして載せることになるんだよね。ということは、ログミーさんも、あの、どんなタイトルを付けるのか分かったもんではないからです。あの、岡田斗司を喧嘩売るみたいな、今の長江さんのやり方違うと思うのに、どんなタイトルを付けるのかすげえ怖いんだけどもって話をしといた上で、も、まあ、戻ってくるよ。まあ、戻ってきて、で、さっき話した、 沈みつつある船でっていうのは、つまり出版業界とかさ、僕ら、長江さんもそうなんだけどさ、もう本当に40とか50を超えたライターのおっさんなんて、老害って言っちゃなんだけども、この物書きの世界とか、いわゆる文化人みたいな枠の中でさ、本当に生きていくだけでみんな精一杯だと思うんだ。で、その中でも長江さんというのは、まあ一段も二段も図抜けてるからいいのかもわかんないんだけども、そこで自分の価値を上げて、で、くだんない仕事とか、あとなんだろうな、 あの、つまんない、電話だけのインタビューで済ませようとしてる仕事みたいなのももちろんいっぱいあるんだけども、そこで自分を上げて、無駄なことをしないようにするっていうのは、俺、筋としてはあんま良くないと思いますよ。マジな話。それをするんだったら反面、どんどん新しい人に自分から会いに行く。それは金を払ってでもいいし、交通費代払ってもいいし、お茶代出してもいいから自分で会いに行くっていうのをもう片一歩でしないと、 なんかね、どんどん今いる世界の中からいいところ、つまり沈みつつある船の上,上で一番いいポジションを取るっていうのになっちゃうと思うので、えー、そこら辺は僕ちょっと違うなというふうに思いました。そう、商売的な正解かもなんだけどね。お笑い業界はなぜ世代交代がこんなに起きないのですか また10年後のお笑い業界はどうなってるのかを教えてください。お笑い業界はなぜ世代交代がこんなに起きないのかっていうのは、それはね、テレビを見てるからだと思うよ。テレビを見てると世代交代が起きてないように見えるんだよ。 でも、世代交代っていうのはつまり、なんだろうな。見てる人がどこへ行っちゃったのかっていうことだと思うんだけども、テレビの中のお笑い芸人ってのは変わらないんだけども、でもみんなどん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 テレビから離れてるじゃないですか。で、ネットで見てるものに関しては、お笑い芸人と認識してないものを毎日毎日楽しんでると思うんだよね。お笑い業界なぜ世代交代がこんなに起きないのかっていうのは、テレビっていう媒体は置いてかれて、で、ネット、ま、ニコ生もそうなんで、 だけども、YouTube とかそういう風うな方にみんなが見るメインが動いていくと。4K テレビの録画できなくなるぞ問題だよね。でそういう風うにするとテレビからどんどんどん離れていくだけだと思ってるし、もう僕もついに松子有吉の怒り信徒をるの録画するのをやめてしまったです、ね。これは俺にしてみたらか,かなりでかい問題ですね。ということは、おそらく年内に俺は バラエティのかなりの部分ですね。もうあとゴッドタンぐらいしか見るもんねえじゃねえかと思ってんだけども。<laughs> もうテレビからついに離れていくんじゃないかと自分自身で感じてますね。でもう相変わらずニュースだけは テレビの情報がかなり正確。例えば今回の,あの北朝鮮のロケット打ち上げに関してはやっぱなんだかんだ言ってもテレビの,あの速報性とあ CNN の映像を権利買ってきてさっと流すところでそれに対する解説でも北朝鮮のミサイルがこれまでのミサイルに比べてどこが改造されてるのかというのをいろんな専門家にできてバッと話を作るところとかはやっぱね信頼できるメディアという感じがまだ残ってるんでですねそっちの方は残るんだけども面白番組っていうのはもうねテレビにあんまり やっぱり期待してもしょうがないんじゃないかな。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩、ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく